アクション柔道。今回の競技はケツバット。よしよし、ノリアクション柔道ケツバット始め。今ちょっと曲がったから今ちょっと曲がったからね、バット。ほらもう全然でしょ。すげえ全然でしょ。全然ほらやばい。これがもううちの日村。すげえ、やっぱすごいな。やってるわけありますね。もう全然瞬きすらしない。ちょっと出たんじゃないかな。ちょっとやっぱ出るよ。出るよ。ほらあれいつ殴った瞬きもですよね。もう殴ったからね。今終わってますね。もう終わってる。ほとんど。すげえ。瞬きも結局しなかったよね。すげえな。さすがこれはやりましたね。完璧です。ね、すげえ。これだよ、うん。俺たちはこういうことやってきたんだよ。普段だったらちょっとのことでもさ、だってこういうとこつねったりして。いや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 。ほらこれつねってないからね。うわそれもすげえ。逆になってんな。それもすごいじゃないですか。だからこういうことを主にやる人は逆もできるっていう。そうそうそう、なんか変な星に来ちゃったみたいな。逆逆。今逆でやってんだよ。逆高校春日はじめ。はいはい、終わりでした。リアクション取った。はい、終わりです。はい、リアクション取った。痛そうな顔した。痛そうな顔した。あれもうちょっとこれはもう決まったんじゃないですか。これはもう終わりました、ね、だいぶ取ってましたよこれ。いや、よくリアクションでしないで。めちゃめちゃ痛いじゃん。いやいや、終わった。めちゃくちゃ痛いよ。割れてるもんだって。割れてんじゃないですか。これくらい見えてない。痛くないように切り込み入れてんの。いやいや、割れてなかった。いい顔してるんですけどね、はい、この顔のまま一回もうちょっとビビってるね。もうビビってるわ。もうビビってる。全然ダメだよ。あーにしちゃった。あーにしちゃった。普通じゃんこれ。普通の芸人じゃんこれ。バットで叩かれた人じゃんこれ。勝者はバカロンチーム。よし、まあまあそうだね。